おはようございます。今日は博多帯についてお話してみたいと思います。大きく分けてフォーマルな着物とカジュアルな着物ってありますけど、どちらかというと、西陣でおられてる帯は意外とこう金銀系のフォーマルが多いイメージかもしれません。ただ西陣でも最近、デイリーのカジュアル帯も作られてますが、この博多というところにおかれましては、もちろんフォーマルなものもあるんですが、我々からすると非常にこうデイリーな日常的に使える帯をたくさん作ってくれてる、産地と認識しています。で、今日はですね、その中でも非常にこうセンスのいい帯を作ってくれる西村さんの博多帯を紹介したいと思います。一般的にですね、献上柄という、 こう独特な博多帯の伝統的な柄がありますが、こちらの西村さんはとてもおしゃれな帯を作ってくれます。例えばこういう、よいしょ、新潟の紬、デイリー用の紬なんですけど、それに合わせるような帯、切り込みみたいな感じの、よいしょ、こんな柄で合わせたら超かっこいいですよね。で、博多帯の非常に、いいところはですね、とても日常的に使うので、見た感じも大事なんですけど、結んだ感じが非常に、収まりがいい、結んだ感じの収まりがいいことと、結ぶ時に、とてもコンディションよく結んでいてくれるという、帯の折り方によっていろんなタイプがあるんですけど、とても結び上がりが良くてですね、お相撲さんの回しじゃないですけど、結んだとこうストンストンと叩きたくなるぐらいの、とても収まりのいい結び上がりになります。昔ながらの博多だと、ね、意外とこう縦糸きつめに張って打ち込みきつかったんで、どっちかというとこうバンバンしたイメージだったんですけど、最近はだいぶこう風合いも柔らかくなってきてですね、非常に本当結びやすくなってます。こんなのもかっこいいですよね。正直もうこれだったらもうちょっと細かくして男の着物の柄にしたいぐらいかっこいいです。はい。で、博多帯のかっちょいいのの極め付きはですね、実はこれなんですね。めちゃめちゃかっこいいんです。さあ、来た来た来た、なんでしょう、じゃがじゃん、はい、喜劇王チャップリン柄、かっこいいですよね。めちゃかっこいいっすよ。こんなん、いやー、かっこいいですね。で、これ前がどうなってるかっていうと、なんとなんと、よいしょ、ステッキとハット、かっこいいですよね。で、例えばこういう黒っぽい着物もいいですけど、よいしょ、例えば白っぽい変わり市松っていうような着物でもバッチリかっこよくないですか。よいしょ、こんな感じね。いや、かっこいいですよ。まあ、あのうちの店でもですね、フォーマルな着物はもちろんなんですけど、こういうカジュアルシーンのおしゃれな着物を楽しんでいただく方が非常に増えてまして、特にこういうおしゃれなですね帯は重宝されてます。実際にその、商品の程度としていいものとそうでないものと、結んだ感じがいいものと悪いものっていうのは比例する方がそうでもないんですよね。例えば、とても高いから結んだ感じがいいかっつったら、そうでないものもあったり、やっぱりこれフォーマルユースとカジュアルユースはだいぶこう経路が変わってくるんで、日常的にやっぱ着物を着ている人だからこそ分かるその辺の、なんて言うんでしょう、デイリーユース向けとか、フォーマル向けなんだけどどっちが結びやすいとか、そういったところは本当やっぱり、常に着てる人じゃないと何とも言えないと思いますんで、そんな人にこうアドバイスもらうのもいいかなと思います。はい、今日は
博多の若社長西村さんのかっこいい帯を紹介してみました。